千葉県の森田健作知事が、9月の台風15号で県災害対策本部が設置された当日に公用車で同県芝山町の自宅を訪れたことで批判を浴びてるよね。確かに事前に気象庁から注意喚起があったにもかかわらず、県庁で対応していなかったのは批判が起きても仕方がないのかもしれない。でもそんな中、この森田健作知事を批判している知事がいるみたいなんだよ。それはみんなが知ってる知事。そう、愛知県の大村知事。大村知事は11日の記者会見で、森田健作知事の台風当日に公用車で同県芝山町の自宅を訪れたことに軽率ではなかったかと批判したみたい。続けて、被害が集中した県南部の自治体に連絡員の県職員が行っていなかったとも聞いており、初動が極めて遅かったと指摘。さらに知事の職務である自衛隊への災害派遣要請も遅かったとして、もっと早く自衛隊が入れたと言われても仕方ないと疑問視したんだって。これはっきり言って、森田健作知事怒るんじゃないの？お前にだけは言われたくないって。だって大村知事は愛知トリエンナーレでとんでも対応をし、おまけに日本第一党が自費で行った芸術展をなぜか批判する尻滅裂な大村知事。そんな大村知事だけには言われたくないよね。案の定ネットでは次のような辛辣な声で埋め尽くされてるんだよ。愛知県民さんには悪いけど、森田健作の方がマシです。他人を批判する前にやることがあるやろ。なんだろ、森田健作がかわいそうに感じる。千葉知事はトリエンナーレ対応で軽率ではなかったか、初動が極めて遅かったと言い返してほしい。本日のおまゆう大賞はこれに決定だな。あの大村知事から批判されたということに、森田知事に対して同情を禁じ得ない。県民を軽んじているという点ではどっちもどっちだけど、大村に関しては国民や国を軽んじてるしな。最初に読んで疑問符しか思い浮かばんかった。大村知事が何を言っても響かない。ネットユーザーの声がどれも土星論だよね。大村知事が日本に対して、日本国民に対してどれだけのことをやったのか、本人は自覚してないかもしれないけど、大村知事が何を言っても響かない。これが大村知事に対する多くの日本国民の認識なんだよ。これから先もずっとずっと大村知事が選挙に出ようが出まいが、そのイメージを払拭することはできないと思う。負の遺産として永遠につきまとうと思う。愛知トリエンナーレで大村知事がやったことに対して日本国民は、これからもこの先もずっとずっと永遠に許すことはできないと思うよ。そこまであの日本侮辱問題は根が深いんだよ。大村知事にはそれだけのことをやってしまったという自覚を持ってほしいものだよ。